皆さんこんにちは。ただいまよりベイジンジャパン合同会社共催治療とお金のこと上手に利用高額療養費制度などの公的制度のセッションを開始いたします。私はこのセッションの司会を務めます安藤よし子と申します。2009年に瘤胞性のリンパ腫を発症し今も経過観察中の患者でもあります。よろしくお願いいたします。ご講演をいただくのは一般社団法人がんライフアドバイザー協会代表理事の川崎由香さんです。川崎さんのプロフィールについては血液がんフォーラムのサイトをご覧ください。なお後半の Q&A は事前に寄せられている質問を中心にご回答いただきますが、 Zoom ウェビナーで視聴されている方はライブ配信中であればご質問いただくことが可能です。ぜひ視聴ページの Zoom ウェビナーよりお入りいただき、視聴画面の Q&A からご質問をお寄せください。時間の関係もございますので、すべての質問にお答えいただくことは難しいかもしれませんが、なるべく広くお答えいただきたいと考えております。なおご質問は短めに、皆さんと共有しやすい内容でお願いいたします。それでは川崎さん、よろしくお願いいたします。安藤さん、ご紹介ありがとうございます。一般社団法人がんライフアドバイザー協会の川崎由香と申します。病院内にあるがん相談支援センターでは本当にいろんな気がかり の相談を受けてらっしゃるんですけれども、私自身はお金の専門家としてその中でもお金の相談をお受けしております。がん患者さんからのお金の相談を受けしています。でもお金の相談ってなかなかしづらいですよね。で、相談を受けているとお金の気がかりって本当にお一人お一人違います。でもその中でもやっぱり多い相談っていうのが医療費の相談です。がんと診断されてこれから医療費どのぐらいかかるんだろう、医療費払ってるんだけれどもこれってちょっと払いすぎてないか、そんな相談もありますので、今日はそのあたりを中心に皆さんにお話ししたいと思っております。がんと診断されてお金どうしようってなった時に、先生から高額療養費制度があるから医療費はそんなに心配いらないよって言われて、そうなんですね、それなら安心しましたって言ったものの、実際治療が始まってみると高額療養費制度のおかげですごく助かってるけれども、それでも医療費が高いよ、そんな相談があります。漏れなく利用できてるか、上手に利用って今日タイトルにさせてもらったけれども、上手というか漏れなく利用ができているか確認できたらと思います。今日のお話はなので、その高額療養費制度のところと、あとそれを利用するといったところ、そしてあんな時こんな時の注意点、そして最後に高額療養費以外にもいくつか、がんライフを支える、経済面で支える公的制度がありますので、そのあたりの制度とお金の話をさせていただきたいと思います。まず最初は高額療養費制度とはどんな制度なのか基本をお伝えしたいと思います。皆さんが利用する大切な制度なんですけれども、実は奥が深くて複雑だなと私自身感じております。健康保険証を病院の窓口で見せるということで、年齢や所得によって1割、2割、3割と窓口で支払う医療費の金額というのが違ってきます。それでも医療費が高かったときにこの高額療養費制度というのが利用できて、実際その高額療養費というのをその場で支給とかされたりとか、後から払い戻すという形で受けられて、実際私たち患者さんが受ける支払う自己負担の金額が少なくて済むというのが高額療養費制度です。これというのは日本の公的な医療制度でみんなが受けられる、本当に助けられる制度だと思います。この制度基本の3つのポイントを挙げてみました。一つずつ確認したいと思います。まず1つ目は、入院や外来受診の病院、そして薬を処方してもらう調剤薬局で支払う健康保険が適用される医療費が対象となるということです。逆に言えば、対象とならないものというのがあって、健康保険が適用されないものというのが対象にはならないんですね。例えばセカンドオピニオンもそうだし、入院中の食事の療養費、あと血液がんの方であれば、ドナーの個室代とか、あと移植の時の患者さんの負担金とか、そういったものは対象になりません。もちろん、交通費とか、
そういったものも適用にならないので、高額療養費制度があったとしてもプラスアルファで必要となるお金というのが出てきてしまいます。もう一つのポイントは、医療費は1日から末日までの1ヶ月ごとで計算されるということです。だから月をまたぐ入院は2月に分けて計算されます。もう少し詳しくお話しするとすると、同じ日数そして同じ医療を受けたとしても、その入院期間が同じ月の中なのか、それとも月をまたいで2月になっているのかというところで医療費というのが違ってくるというわけなんですね。なので当然のことですけれども、同じ期間入院するのであれば同じ月の中で入院期間がある方が医療費が安くなるというのが実際のところです。ご経験された方もいらっしゃるのではないでしょうか。そして3つ目のポイントは、支給される高額療養費は、その金額というのは年齢と所得で異なるということです。支給される高額療養費ということは、つまり、自己負担する、結局、支給されない部分、自己負担しなきゃいけない医療費の上限というのがあって、それは金額、その金額は、年齢と所得で違ってくるよというところなんですね。これをちょっと表を見てみて、皆さんご自身のを確認してもらおうと思っています。まずは年齢というのは70歳以上か70歳未満かで違うんですけれども、70歳以上の方はこちらの表をご覧ください。こちらのようにですね、年収、所得をですね、6つの区分に分けて計算が違っています。つまり自己負担の上限額が違ってきています。そして70歳以上の方というのは、一般そして住民税非課税という方は、外来の時と入院の時とでその上限額も違っています。そしてよく患者さんの声であるのは、私は今もう就労もできてないし、今はこんなに収入ないよという声です。実はこの高額療養費制度のこの所得区分に使われている所得とか収入というのはですね、治療時点でのその時点での判定ではなくって、前年度だったりその前の時のものを使っての判定になりますので、今の収入と合ってないというのがこういったところの理由になります。このあたりも気をつけてみてください。そして70歳未満の方は5つの区分に分かれています。こちらを見ていただくと、例えばの例を出してみました。5日間入院した時の医療費が80万円だったという例で挙げてみました。所得区分が A の方というのは、入院費、医療費というのは上限が5万7600円となります。ただ U の方はこの計算式によって上限額が計算されるので、医療費というところに80万円を入れて計算をすることになるんですね。そうなると所得区分が U の方は8万5430円がこの時の自己負担する医療費になります。じゃあ A の方はどうなるのかって言ったら、同じように計算をすると25万2180円になるんですね。でも見てください、実際、この方は70歳未満で、窓口での負担が3割負担だった場合、80万円の3割ということで24万円です。おかしいですよね。高額療養費制度の計算式に入れた方が金額が高くなる。それはどういうことかと言いますと、実はこの所得区分が A の方は医療費が80万円もかかるのにもかかわらず、高額療養費の支給はないということになるんです。この方の場合は3割負担の金額でお支払いが必要となるということなんですね。つまり所得が高い方の方が、同じ治療を受けたとしても高額療養費制度を受けられない、高額療養費の利用ができない可能性があって、あるということなんです。よろしいでしょうか。だから高額療養費制度って誰もが使える利用できる制度だよということなんですけれども、その治療内容、かかってくる医療費によって、そして所得によって高額療養が療養費制度を受けられないという可能性もあるということなんですね。でそのあたりというのは、やっぱりご自身の治療やその時のお薬とかの値段、そして自分の所得区分がどうなのかというところで1ヶ月ごとに計算していく必要が実際はあります。
じゃあどうしたらいいの、なかなかその高額療養制度利用できないまんま、医療費がかかってきてしまってるよという方、一つの提案なんですけれども、例えば内服薬を30日ごとで、処方してもらっている方、もし60日にまとめて出してもらえたらどうでしょう。お薬によっては90日まとめて出せるものもあるとお聞きしております。こうやってまとめて処方してもらうことで1ヶ月分の医療費が少し高くなることで高額療養費が受けられる、こういうケースもありますので、そのあたりというのは必ず主治医の先生にご相談してご判断いただけたらなと思います。じゃあこの高額療養費制度が使えるということで、この後の治療にも大きく影響してきます。それがどういうことかって言ったら、これ治療が長くなった時に使える高額療養費制度の仕組みなんですけれども、多数回該当というのがあるんですね。表の一番右側をご覧ください。計算式で計算する金額よりも、そして1ヶ月の自己負担、最初5万7600円って言ってた A 区分の方だったら、それよりも少ない金額が多数回該当のところに書かれていると思います。これはどういうことかと言いますと、直近の12ヶ月間にすでに3回高額療養費の支給を受けている場合は、その月の負担の上限額がこのように下げられるというわけなんですね。ちょっと見ていきましょう。この方70歳未満の所得区分が A の方なんですね。 A の方というのは先ほど話したように上限額は5万7600円なんですけれども、実際今月どうだろうって見たときに、この月よりも過去に遡って3回この高額療養費を受けられているのであれば、上限額が下がって A 区分の方だったら4万4400円になるよというわけなんです。過去に遡ってというのは3回なんですけれども、3回連続する必要はありませんし、同じ病院である必要もありません。とにかく過去の12ヶ月の間に3回あるかどうかを確認していきます。血液がんの方で移植を受けられる方、移植って本当に高い医療費の治療ですよね。じゃあ移植の時にも、もし多数回該当がされるのであれば、 A 区分の方であったら何百万とするような移植の手術で、そして健康保険が適用されるというのであったとしても、4万4400円が自己負担される金額にする金額になります。このように治療が長期になった時には高額療養費制度の多数回該当というこういった仕組みがありますので、ぜひ覚えておいてください。では2つ目、じゃあ実際この制度を利用するというところに入っていきたいと思います。これっていうのは健康保険のところ、公的医療保険がやっている、そういった仕組みですよね、制度です。なので、自分が加入している保険者がその、自分の高額療養費制度のその高額療養費を支給してくれる、その先になります。だから自分自身が加入している保険者というのをきちんと把握しておくこと、すごく大切なことだと思います。把握するとともに、どこに連絡したらいいのか、もし気になることがあったら、悩んでることがあったら、どこに聞いたらいいのかという、その連絡先も把握しておいてください。それというのはホームページが出ているかもしれないし、保険証に電話番号が載っている場合もありますので、ぜひ書き留めるなりして、記憶されておくといいと思います。というのも、ここが、問い合わせだけじゃなくって、申請という形で高額療養費制度を払い戻してもらうときにも必要になってくるからです。ちょっと利用するときの話をさせていただきます。まずこれを窓口で、病院や薬局の支払い窓口で利用する場合の方法です。2つ今はあります。まず1つはマイナンバーカードを保険証として利用されている方、この方というのは窓口で、私は高額療養費制度を利用したいですというふうにお伝えしてください。必ず同意が必要となっています。ただその時に注意しなきゃいけないのは、医療機関によってはまだこういった形でオンラインでこう保険者に問い合わせをする機会を導入されてないところがありますので、その場合はご自身がマイナンバーカードを利用していても限度額適用認定証と言われるものを一緒に提示しなきゃいけなくなります。
またじゃあ、オンラインで確認できたよといった場合もご自身がどの所得区分のなのかというのはきちんと聞いておく方が安心かと思います。またそして、従来の保険証を利用されている方というのはそういったオンライン確認が難しいということですので、事前に限度額適用認定証といわれるものをその保険者から取り寄せておく、申請して手元に持っておくと、申請して発行してもらって手元に持っておくということが必要になります。そのもらった限度額適用認定証と保険証を一緒に窓口で提示することによって先ほどご説明した上限額での支払いで済むというわけなんですね。これって本当に大きいことかと思います。でまたこの限度額適用認定証には自分のその所得区分がきちんと書かれています。70歳未満の方であればカタカナのアイウエオのどれかが書かれていて、まあ、それが自分の所得区分になりますので、あ、これを見て病院の方や薬局の方では計算するんだなということで分かるとともにご自身でも計算ができるというところぜひとも知っておいてください。で急に入院が決まったとか発行してもらうのに手続き通ってるんだけれどもまだ手にこれが手元に来てないよという方はその旨を病院の窓口で伝えてください。病院によっては今少しちょっと確認してみますということで確認してくださるところも中にはありますので、持ってないからもう無理だではなくて窓口で話すということもしてみてください。じゃあ窓口では、使うんじゃなくって後から払い戻すという形で高額療養費制度を、利用する場合、その場合はどうしたらいいかって言ったら申請が必要なところ、私はこれぐらいの医療費を払ったので高額療養費を支給してください払い戻してくださいという形の申請が必要なところと、もう申請なく自動的に後から振り込まれるというような保険者それぞれにありますので、自分のところが申請が必要かどうかというところ必ず確認してください。全国健康保険協会、中小企業に勤務されている方が加入している協会健保というところは実は1ヶ月ごとに自分で申請が必要になります。向こうからの連絡は全くない中で自分で1ヶ月ごとに申請が必要になりますので、このあたりもご自身の加入者がどうかというところ、本当に確認が必要なことかと思います。そしてもう一つ皆さんにお伝えしたいなと思うのは、付加給付という制度がある保険者かどうかというところなんですけれども、付加給付、お聞きになられたことありますでしょうか。実はこちらの付加給付がある保険者というのが決まっておりまして、健康保険組合の中の一部か、あと共済組合になります。この付加給付ってどういうことかと申しますと、1レセプト単位と書きましたが、1つの病院でのその1つの例えば入院と入院ある病院での入院だったらその入院というところでですね、そのご自身の医療負担の自分の支払う限度額が例えばある健康保険組合ですと2万5千円になるように、それ以外は、うちの健康保険組合からあなたに付加給付という形でお金を給付しますねという、そういったオリジナルの独自の制度を持っている健康保険組合があったりもします。あったりもしますということで絶対あるわけではないので、それぞれの加入者、自分が入っている健康保険組合とをこう調べなきゃいけないんですけれども、これがあるととっても医療費の負担が楽になります。先ほどの例ですけれども、80万円の医療費がかかっても3割負担で24万円でも高額療養費制度で払い戻しはありますよね。で自己負担が8万5430円になった、でもこの付加給付がある健康保険組合だったわと言ったら、例えば後から付加給付を受けられることで自分の最終的な医療費の自己負担金額が2万円になる、そういった健康保険組合もあるんですよね。すごくありがたい制度だと思います。患者さんの中には今まで大きな病気をしたことなかったからこんな付加給付があるなんて知らなかったっていう声もたくさん聞かれます。だからこの会社に勤めてて本当に良かったなんておっしゃる方もいらっしゃいますので、すごく助けてくれるありがたい制度、ぜひあるかどうか健康保険組合の方など調べてみてください。で
最初気づかない方もいらっしゃるんですね。なんでかって言ったら、受信月の3ヶ月後に自動的に給与口座に振り込まれるというところが多いんです。自動的というところで気づかずに何ヶ月も過ごされている方も中にはいらっしゃいました。あと注意しなきゃいけないのは、家族も使えるのかどうか、そして退職した後任意継続という形でそこの健康保険組合を続けた時にもこれがあるのかどうか、このあたりも確認しておくべきことかなと私は思います。そして3つ目、こんな時あんな時の注意点ということで、ここが結構皆さんからご相談で、多いところなんですけれども、お話を続けていきたいと思います。これがですね、高額療養費制度のおかげで助かってるんだけれども、それでも医療費が高くてというような、こういったご相談と重なる部分でもあります。ちょっとある方を 例に挙げてみました。 A さんという方で50歳代、パート勤務で事務職をされておられます。悪性リンパ腫と診断されて、化学療法を始めて3ヶ月目、高額療養費制度の所得区分は A、 窓口で先ほどの限度額適用認定書を提示して、高額療養費制度も窓口で受けてらっしゃいます。付加給付はありませんということで、こういった方がいらっしゃいます。高額療養費制度が利用できるので、最初の3ヶ月窓口で支払う金額は上限が57,600円、4ヶ月目からは44,400円になるはずなんです。でもこの方のご相談では、まずは10月、先月10月はこうなんですということでお話をされました。外来は19日と27日に行かれて、19日の時では病院での支払いは57,600円、上限額まで払って、そしてその後処方箋持って調剤薬局行ったら、また3,000円が支払うことになりました。27日にもう一回外来に行ったら、病院の支払いはもういいですよと言われたんだけれども、調剤薬局での支払いが2,000円あって、結局57,600円以上支払ってるよというようなお話でした。実は病院の外来分とその処方箋を持って行った先の薬局分の支払いというのは、合わせて高額療養の計算ができるんですね。ポイントとしては、病院と処方箋を持っていた薬局でのこの処方の、これは一つの診療行為というふうに捉えられること、そして窓口同士が実はつながってない、病院の窓口と調剤薬局の窓口がつながってないから、もう本当は上限額に達しているのに薬局は知らなくって、さらに請求してしまう、これはやむを得ないことなんですけれども、こういった現状があります。なので実際この方が負担する金額というのは57,600円でいいわけですから、5,000円の払い戻しを受けられるということなんですね。これというのは、保険者に対して申請をしたりとか、保険者によっては自動で後から払い戻されるという形になっています。だけれども一旦のお支払いはこのような形で57,600円プラスアルファ5,000円のこの方は支払いが必要だったというわけなんです。だから払い戻しがあるというところ、大事なポイントだと思います。もう一つ前の月を見てみると、最初クリニック近所のクリニックにかかって5,000円払って、その後外来で、かかって病院では2万円、調剤薬局では3,000円払ったよ。その後月末に3日間入院することになって、入院は入院で57,600円と、そして食事代がかかったんだというふうに相談窓口でご相談されました。こんなふうに1ヶ月のうちにクリニックと病院での外来受診、入院がこうやって混在している場合どうなるのというところなんですね。この方にしたら今の段階で全部合わせて85,600円も支払っているわけですから、聞いてた上限額よりもずっと高いなというふうにおっしゃるのはやむを得ないことです。この方50歳代ということで70歳未満なので、70歳未満の方であれば医療機関ごとの入院外来別で21,000円を超えるという医療費は合算をして高額療養費の再計算ができるんです。
2万1000円を超えなきゃいけないということで、このクリニックの5000円は含まれないんですけれども、その他は2万1000円を超えているということで、合算して計算ができます。つまりこの方の9月分の医療費というのは5万7600円と、そして合算できなかった5000円、合計した6万2600円がこの方が負担する金額になるんです。つまりオーバーしてた2万3000円はまた申請なり後から自動で戻ってくるという形で払い戻しを受けられるということなんですね。でこういった形で払い戻しができる患者さんって結構ご相談でいらっしゃいます。実は先日もそういった方がいて、健康保険組合じゃなくて協会健保に加入をされておられたので、必ず自分で申請が必要でした。でもそんな申請のことをご存じなくって、結局まとめて1ヶ月ごとなんだけれども、何ヶ月分もまとめて申請をしたことで、一気に2、30万が返ってきたという相談者の方もいらっしゃいました。なので1ヶ月ごとにですね、どうか領収書を見直して申請が必要な方であれば、今からでも遅くないと思います。時効は2年ありますので、1ヶ月ごとに見直しをされて、払いすぎている医療費は返してもらって、そういった申請を行っていただければと思います。また医療者の方からも同じような質問がよくあります。患者さんが限度額の説明したんだけど、患者さんはもっと払ってるよとおっしゃるというわけなんですね。どういうことでしょうということで、よく相談も受けるんですけれども、患者さんにとってはいろんな公病院の医療費を合わせて全てがこう医療費として負担がかかってきていますので、一つの病院の支払いだけじゃなくって、その方がかかっている他の医療機関との支払いとか合算の仕組みに目を向けてもらえたらなと思っております。というわけで、高額療養費制度をいろいろお話しさせていただきましたが、漏れなく利用するため、上手に利用するための確認事項といたしましては、まず、自分の治療内容と高額療養費制度の所得区分を確認して、高額療養費制度が自分は利用できるのかどうか、この月は利用できるのかどうかというところ、そして利用できた月はどうなのか、いつから多数回該当の金額になるのか、そしてもう一つは、自分には付加給付とかそういった還元金と言われる戻ってくるようなそういった保証を持っているのかどうかというところ、そして最後に少し難しいところにはなるんですけれども、合算の仕組みですね。単位での受診状況と医療費の負担の額を確認して、合算ができるのであればその申請が自分は必要かどうかを確認するところ、このあたりが上手に漏れなく利用するための、ポイントかなと思います。そして最後に高額療養費以外の公的制度の話を少しさせていただけたらと思います。実はがんライフに使える可能性がある公的制度いくつかあります。なかなか自分がどのタイミングで使えるのかどうか、なかなか難しい方もいらっしゃるかと思いますが、こういったことは病院のソーシャルワーカーの方にご相談されるといいと思います。この中で今日は傷病手当金と障害年金を簡単に触れさせていただきますね。傷病手当金というのは、病院での入院が長くなったりとか、療養中に体調が悪くてお仕事を休むことがあったときにもらえるもので、有給休暇が出なくて休職という形で健康保険から生活を支えるお金としてもらえるものになります。この図の通りもらえる方というのは実は限られておりまして、国民健康保険の方というのはこれはもらえません。そして国民健康保険組合の方はそれぞれ独自のちょっとルールがありますので、また確認いただけるといいと思います。この後説明させてもらうのは協会健保の方と、そして健康保険組合の方になります。共済組合も少しルールが違いますので、またご確認ください。で大事なポイントっていうのは、その本人であること、家族じゃなくて本人であることということ。だから扶養の方には、支給はされません。そしてお医者さん、主治医の方からの、主治医の先生からの就労不能という診断があること、そして会社側がこの方には給料出してないよとか、ちょっと少なくしか出してないよという、そういったことが、申請されること、この2つの条件が揃っているということが大切になってきます。また1日ごとにもらえるんですね。休職したその1日ごとに
もらえるものなんで、それがもし1ヶ月ずっとお休みであったら、まるまるお休みをされたのであれば、およその給与の3分の2の額を受け取ることができます。その期間というのは1年6ヶ月分です、それがまとめて1年6ヶ月ずっと休まなきゃいけないわけではなくて、途中で復職したりとかいう形があったとしても、合計で1年6ヶ月分もらえるのが、傷病手当金というものです。でよく患者さんの声で聞かれるのが、会社を休んでるのにこんな風にまたお金もらうのは申し訳ないということで申請されてない方いらっしゃるんですけれども、これは健康保険からもらえるものです。会社からもらうものじゃないので、先ほどの高額療養費と同じように加入している保険者の方からもらえますので、申請先もそちらでお問い合わせをされてみてください。そしてもう一つ、障害年金です。障害年金とお聞きすると、なかなか言葉のイメージから、自分はまだこういう状態じゃないよとか、これって自分は当てはまらないよねとか、そういったふうに思われる方いらっしゃるんですけれども、病気や怪我によって生活や仕事に制限をされるようになった場合に、現役世代も含めて受け取れるようになるという、そういった年金ですので、ここ生活や仕事に制限がある、このあたりをポイントだと思っていただけたらなと思います。なので一部例外もあるんですけれども、老齢年金をまだ受け取っていない方が請求が可能で、原則としては初診、初めて病院にかかった日から1年6ヶ月が経過した以降によって、その方の状況、仕事や生活の状況によって請求が可能になるものです。であとよく誤解されるのは障害者手帳との混同なんですけれども、全く違うものです。なので請求先も違うし、そして認定の基準も異なりますので、このあたりもぜひ誤解なきよう覚えておいてください。でだから障害者手帳の等級とこちらの、障害年金の等級という級というのは全く合致しません。でご自身が請求できそうかどうかというのは、病院のソーシャルワーカーの方などに相談してみるといいかなと思います。ぜひとも障害年金というものも、支えてくれる公的制度の一つとして覚えておいてください。でこうやってしていくつかあるんですけれども、私が問題だなと思っているのは、すべてこれは自らの申請とか請求が必要だということです。たくさん日本にはがんライフを支えてくれる可能性のある公的制度はあるんですけれども、すべて自分で申請しなきゃいけないということは、自分でそのタイミングでその申請先にお願いしますって言わなきゃいけないというところなので、このあたり、ぜひとも把握してもらった上で、必要な時に自分からの申請をお願いいたします。わからなければソーシャルワーカーの方とかに聞いてもらうのが良いかと思います。そして各ご自身の窓口にも聞いてもらえるといいんじゃないでしょうか。最後になりますけれども、公的制度を上手に、そして漏れなく利用することということで、がんライフを支えるお金は受け取ることができます。受け取ってよかったではないんですよね。大切なのは限られたお金、自分のお金をどうやって使っていくかかと思います。お金って全てを治療に捧げるわけではないですもんね。大事なことっていうのは、本当にそのがんライフを送る中で、治療とか命とか生きがい、仕事、人間関係、ご自身が大切にしたいものを守りながら、どうやって納得したお金の使い方をしていくか、これが本当に大切なことだと私は思っています。いろいろとお話をさせていただきましたが、いかがだったでしょうか。また気になる点がありましたら、ご自身が勤められている先、そしてあと保健者さん、その申請先、そして病院のソーシャルワーカーの方などにご相談をされてみてください。ご清聴ありがとうございました。川崎さん、ありがとうございました。がんがある意味長く付き合っていかなければならない病になりつつある中で、やっぱり生きていくためにお金の問題、本当に切実だと思います。川崎さんからは、私たちが今どんな制度の中にあって、何に注意しながら、どういう考え方でこれを活用したらいいのかということについて、丁寧に分かりやすくお話をいただいたと思います。ありがとうございました。続きまして、Q&A セッションに移ります。
まず最初に事前にいただいている質問へご回答いただきたいと思います。冒頭申し上げましたように質問は Q&A からも受け付けておりますので、Zoom のウェビナーよりご視聴の方は Q&A から入力をお願いいたします。いくつか質問を寄せていただいているんですけれども、日本での治療は基本的にはどのくらいかかるか、高額医療などどんな支援がありますかというご質問、それから高度医療制度でかかった額の多くを負担してもらえると思っているが実際はもっと複雑なのでしょうかというご質問、さらに申請でもらえるお金のことについて知りたいというお問い合わせがあるんですけれども、今のお話でだいぶカバーされているかなとは思うんですが、おさらいの意味でちょっとまとめていただけるとありがたいかなと思います。ありがとうございます。そうですね、お話しさせていただいた中でもいろいろとお伝えはさせていただいたんですけれども、高額療養費制度というのがあることで、多くの保険が適用される、医療費の多くは、カバーされることにはなっております。ただ、その金額というのはそれぞれの、年齢、先ほどもありましたように70歳以上か未満かで区分が違うことと、その区分というのは所得の区分によって違いますので、それぞれご自身の所得区分そして年齢で見ていただけたらと思います。必ず平均額、よくね、平均っていくらですかって、治療にかかるお金って平均いくらですかというふうに聞かれるんですけれども、決して平均ではわからないものですので、ご自身一人一人でご確認が必要かと思っています。で、今もお話しさせてもらったように高額療養制度の上限があるって言って、この金額だと思っていらっしゃる方いるんですけれども、実際、ね、合算できない部分があったりとか、また、保険適用でなくてかかってくるお金って結構ありますよね。入院した時の、食事代もそうですし、少しね、大きな病院に行くのにこう通うのに交通費がかかったりとか、中には保険が効かないようなそういった治療が必要になる場合も中にはありますので、上限額プラスアルファでお金が必要になってくるケースも多く見られます。そのあたりもぜひとも、はい、知っておいていただくというか、今のご質問にあったように、どのぐらいかかるかというところで、高額療養プラスアルファで他もかかるというところは、皆さんにも、覚えておいていただくというか、気にしていただけたらと思います。ありがとうございます。それともう一つだけ、復職していても障害年金の請求はできますかというご質問が入っておりますが、いかがでしょうか。ご質問ありがとうございます。そうですね、復職していたら絶対に障害年金の請求ができないというわけではありません。どのような復職の仕方をされているのか、それが復職はしているけれどもお仕事に何かしらの制限がかかっているのか、日常生活にも支障が出ているのかどうか、そういったところも重要なポイントかと思いますので、復職しているから絶対にできないというわけではありません。例えば日常生活すごくしんどい思いをして、ね、寝ている時間も横になっている時間も多いんだけれども、少し在宅でできる範囲で仕事をされているという方も中にはいらっしゃるかもしれません。そういった方というのは他の要件も含めてですけれども、障害年金が請求できる可能性はあるのではないかと考えます。もちろん絶対という言葉ね、使えませんので、そういったのは請求しないとわからない部分とか、あと年金事務所や、あとは病院のソーシャルワーカーなど病院の先生方に聞いてもらうというのも大事なことかなと思います。ありがとうございます。なかなか個別のケースではわからないこともいろいろ制度ですのであるっていうことですね。はい、はい、そろそろちょっとお時間がいっぱいになってきてしまっております。いろいろご質問いただいておりますんですけれども、すべて取り上げることができないという状況になりましたことをお許しいただきたいと思います。一つだけ今いいですか。はい、今来ている中で薬の3ヶ月処方が
厚生省の、はい、指導でできないというふうな声が来てるんですけれども、はい、そうですね、お薬によってその処方できる期間というのが日数というのが決まっておりますので、30日しかダメ、14日しかダメなものとか、決まったものがありますので、そのあたりというのはどのお薬をどのぐらい出せるのかどうかというのは必ず主治医の先生にご相談、していただくことだと思います。はい、わかりました。個別のケースについては主治医とのご相談が大切だ、はい、ということだと思います。はい、ではこれで Q&A セッションを終わらせていただきます。川崎さんから最後に、ご視聴の皆様へメッセージをお願いできたらと思います。はい、がん療養中に起こるその体や心の不安を治療するのと同じように、がんになった時のお金の不安を和らげるというのもがん治療の一つだと私は思っています。でそこを支えるというところでいろんな公的制度があるわけですけれども、すべて申請が必要になってきますので、そのあたり皆さん、自分が使いたい使える申請がいつどこでどうやってしたら使えるのかというところ、事前にいろいろ情報を得られると良いかと思います。お金の不安というのも解消させること、それもがん治療の一つですので、ぜひお金の相談というのも、してみてください。はい、ありがとうございます。もう本日は本当に実践的かつ有意義なお話をたくさんいただいてありがとうございました。たくさんの患者さんたちが勇気づけられたことだと思います。私は最後の方で、川崎さんが言ってくださった自分が大切にしたいものを守りながら納得してお金使っていくことが大事だよと、はい、これがすごく心に残りました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。それでは以上をもちまして、ベイジンジャパン合同会社共催治療とお金のことのセッションを終了いたします。